やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバーっと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。イエスかノーでご質問を占うコーナーです。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法は、リニューアルして動画概要欄に書いてあります。お知らせ4つお願いします。まず1つ目、オンラインサロンたまきの人生向上委員会では、今日1日の過ごし方とか、習慣運勢とかやってます。で、もう1個の、オンラインサロン、マチュール。こちら無料になりましたので、ぜひ動画概要欄からチェックしてみてください。三つ目、猫チャンネル始めました。ズバッと猫チャンネルでございます。長毛の可愛い猫が見られますよ。で、四つ目、ズバッとタロットはアマゾンとかで発売してます。はい。で、ここからはこのコーナーの説明ですね。イエスかノーでご質問を占うコーナー。まず質問は早い順時系列で読んでます。で、リクエストは固定コメントに貼ってあるリンクの動画のコメント欄に書いてください。今見てる動画のコメント欄には書かないでね。で、一人一回二問までです。で、一回質問したら5日間くらい分けて連投は避けてください。で、すべての質問に答えられるわけではないです。オンラインサロンに行くこともあるし、これはちょっと占えないごめんなさいっていうこともあります。はい、本日1問目です。この福島第一原発のトリチウムその他汚染水、これ、コメントにも書いたんですけど、前ね、福島第一原発についての動画を出したときに、福島の、そう、地元の方から風評被害だって、強い抗議のコメントがあって、すぐその動画を非公開にした過去があってですね。なので、一本の動画でこの福島第一原発事故のことを占うのはちょっと、もうやめておこうみたいなことがありましたです。ありましたですよ。そうなんですよ。なので難しいんですけど、さらっとイエスノーを占いで占うなら、まあいいよって、書いたんです。で、そう、このご質問はイエスノーのリクエストのところじゃなくて、全然違うところに書かれて、で、でもなんか気になったので、スクショしてコメントこうやって書いてあったんですよ。なので、そう、一本の動画にはできないんだけど、このラスト 2問をだけ、これなら別に問題ないかなって思ったので、ちょっと見てみますね。近畿大学のアルミニウムによりよるトリチウム、ろ過装置でいいのかな？採用されるか。で、ロシアで開発されているトリチウム除去装置の購入はどうなのか。この2問をイエスかノーでちょっと見てみます。1問目はね、もう、そう。1問目、海洋流出の実行の有無を占ってください。これはもう、ね、最近。あれ、これもうやったんだよね。そうだよね。ということなので、1問目はもう、結果が分かってしまったので、ラスト2問を占います。さらりと。除去装置を使うかくらいは大丈夫だよね。そのくらいなら、その質問なら特に風評被害とかでもないと思うんだけど、どうかしら。よいしょ。ああ、ロシアの方がイエスって出た。ズバッと出ました。実はもうロシアの方買ってるとかない？ないか。どうだろう、なんか肯定が出た。今後あるのかな？1番目のその近畿大学の方がノーって出て、ロシアの方落ち着いたら買うのかね？なんだろう。結構強めのカードが出たので、まあいつかあり得るかもね。なので1番目はノーで、2番目は、ちょっといつかはわかんないけど、イエスが出ました。はい。続いて、ココドットさん。日本ハムからホークスに移籍した近藤健介選手。今後良い方向に安定していきますか？はい。現在調子が不安定というか、低迷気味。なるほど。今後安定していくか。ズバッと出ました。このご質問いただいた時より、今良くなってないですか、ちょっと。
違ったらごめんなさい。ご質問いただいたのは多分1ヶ月半前くらいだと思うんだけど、今、良くなってる気がするの。ただ、今後またあんまり良くないので、安定は、ちょっとノーかな。うん、安定っていう言葉のカードの感じじゃないので、ノーでお願いします。うん。一旦良くなってもまた不調になりそうな感じ。続いて、すずさん。乃木坂4期生の清宮玲さんについて、なんかこう、どういう背景があり、そういう背景があり、今後も運営から押され、今まで以上に大きな仕事をもらうことはあるか、そして彼女が今まで以上に人気が出ることはあるか、それではまたいつ頃か、イエスノーじゃないな。イエスノーじゃない。じゃあ、待って。今後の彼女の全体的な仕事運でいいんですかね。うん、そこに大きな仕事をもらうとか、持てると思うよ、あったら。うん、人気が出ることはあるか。今まで以上に。すごいいいカードばっかだね。過去と現在と近い将来。わあ、なんだ、ズバッと出ました。将来に死神が出てしまった。なんだろう。ぬぬ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 、体調不良で休止してたんでしょ？またお休みしないかなって思っちゃった。大きな仕事。もらえるなら今だよね。今と、まあ、2、3ヶ月後から半年くらい後までが一番いいと思う。その先に行くとまたちょっと不安定な感じ。になりそうなんだけど。そうだなぁ。ちょっとこれイエスノーじゃないけど、言葉でいいですか？今はすごくいい。近い将来もすごくいい。コミュニケーション、うん、とかさ、仲間に恵まれて。ただ、1年後とか、もうちょっと先か、2年後とか、またお休みとか、うん、しそうな感じがします。そんな感じでちょっと、ご質問への回答になってない、なさそうだけど、そうだね。うん、なので、うん、なんか人気が出るとか、大きな仕事を今後もらえるみたいなのあるとしたら今。うん、今だよね、うん。その先ちょっと不安かなっていう感じです。はい。続いて、まったりくーさん、マイナンバーカード。最近アップしたね、マイナーカードについて。1. 今のマイナンバーカードはいずれ必修になるか。2. マイナンバーカードに変わる次の何か。ああ、次の何かしらね。いつ取得必須になるか。必修必須。うん。ちなみにまだ持っていません。今のマイナンバーカードはいずれ必修。必須になるか、ズバッと出ました。ああ、なるかもね。なるかもね。イエスで。うん、そのいずれがいつかわかんないけど、じゃあ、マイナンバーカードに変わるもの。でも今、マイナンバーカードのやつが必須。どうなんだろう。今の1問目なんだろうね。1問目と2問目兼ねてんのかな？何かしらが必須になるのかね？ズバッと出ました。悪魔の逆か、鎖が切れてんだ。2番目が出るかどうかわかんない。そもそも。なので2はノーで、うん。2の存在が出るかどうかは怪しい。うん、続いて、ゆうゆうさん。1. 多言語の翻訳機能はかなり進化しているという結果が出ましたが、となると、言語学習または言語能力の向上に力を注ぐことは完全に必要なくなるのか。2番目、通訳、翻訳業などの職業にも、支障が出てくるのか。そうね。そう、英語の教育、そうなのよね。わかるわかる。子供にどのぐらい、今後さ、人生で英語教育とか、ね、多言語の教育が必要になってくるのかみたいなとこにめっちゃ関わってくるよね。そうなんだよ。なんかペラペラに喋れるようにした方が
しとこうみたいな、ね、インターナショナルに行かせてみたいな、ね、インターナショナルスクールでペラペラさせようみたいなのが、いや、全然そういうのいらないよみたいな時代になるかもしれないじゃん。え、行ったのに高いお金出して、ね、行ったのに年間200万とか出して行ったのに、無駄だったわみたいな感じになったら、かなり切ないじゃん。確かにね。そうなんだよね。もう、同時にもう本当に会話してるそばからもうどんどん翻訳しちゃうみたいな、だったら確かにいらないよね。そんな世界だったらね。なので、まず1番目。これ学習する必要ないのか。学習しなくて大丈夫ですかって聞くね。こう、力を注いだり、こう、言語をこう、多言語をマスターしなくても生きていけるか。あ、それはない。ゾワッと出ました。あ、それはあった方がいいって出た。うん。なので、勉強は必要だわ。なので、一番目は、漢字に必要なくなるのか。ノーです。必要はある。それは勉強は必要だわ。うん。結構強めに勉強はした方がいいわ、出た。で、二番目。通訳や翻訳業などの職業は、の将来はって聞くわ、うん。その辺の職業の将来はどうなんでしょうか。人数が減るのか、どうなんだろう。いやー、でもどうなんだろうね。AI がどのくらい、そのニュアンスみたいなのをね。ああ、ズバッと出ました。必要とはされる。完全にはいなくならない。ただ、より専門的っていうか、より高度な人だけ残るかもね。うん。いやー、翻訳通訳、すでに高度な人だろうけどさ、皆さん。さらにこう厳選したみたいな感じになるかもね。むちゃくちゃ、もう、なんて言ったらいいの？すごいね、その厳選のされ方ね。どういう世界になるんだろうって思っちゃった。めちゃめちゃ、超賢い、もう、ね、コンピューターみたいな人が残って、めっちゃ高収入になるのかなとか、ふと想像しちゃったりしちゃった。うん、そうだな。とりあえず、2は、必要と、長いからちょっと書かないけど、必要とされるけど、完全にはいなくならないけど、もっとこう、高度化とか専門化、な感じになるかなーって思ったりした。うん。だから、なんちゃってっていうか、うん。ちょっとこの、何簡単な英会話で何かを案内するみたいな、そのくらいだったら必要なくなるかもね。もうバリバリ専門用語使う業界とかではいるとか、そういう感じかも。うん、はい。続いて、こうねこさん。はい。安倍元総理のあの事件は、1年前ですね。11時30分が決行の時間で、犯人たちはタイミングを合わせて実行したのでしょうか。どう考えても複数犯の気がします。それからテントがあったビルの持ち主さんも仲間ですか。よろしくお願いします。ちょっとその、ビルの持ち主、これ占わなかったっけ？過去になんか結構、深掘りして占ったよね。その時、ビルの持ち主は、について占わなかったっけ、私。ちょっと、2番目は、今占わなくていいですか？ごめんなさい。なんか、がっつりな質問の仕方なので、ちょっと、いや、話題ごとでは全くないんだけど、ちょっと、やりづらいので、2番目ごめんなさい。もしかしたら過去にやってるかもしれないので、過去動画探してください。で、その1番目、11時30分に、犯人たちがタイミングを合わせて実行したっていう説は本当か。いや、これ過去動画めっちゃあるので、ご覧くださいね。でも、時間、まあでも、複数犯なら時間を合わせるのはそうだよね。当然だよね。いやー、いや、
闇深いよね。マジシャンの逆。時間を合わせてズバッと出ました。ああ、これはノーですね。多分何時何分に宿うではないです。なんか、例えば複数いたとしても、時間がタイミングじゃないです。誰かが何かをしただとか、そういう合わせ方だと思う。仮にね、複数にいたらね、だから、この説はノーです。11時30分にやるぞっていう、そういう決め方ではないで、ノーで、はい、お願いします。もうなんか今複数いる前提って占ったけど、もしもそうだったとしたらね、うん、違うっていう。続いて、チャチャさん、月には宇宙人による建造物があるか。2、NASA による有人月面着陸6回のうち本当に人間が月に降り立ったのは何回目か。3、NASA が50年以上有人月面調査をしないのは月周辺で宇宙人との接触攻撃を避けているためである。1番目はね、月に関する占いで占った気がするんだよな。ちょっと待ってね。月に関するリクエスト占いっていうのが過去にあってですね、あるんですよ。全3回だっけ？どっかで占ってる気がすんだ。建造物、月へのリクエスト。これこれこれ。月命日、月の裏側。月、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 月。これの、一番目。月の裏側に何がある？ちょっと待って。夜遊びのアイドルがね、聞きすぎて関連動画に出てきちゃうっていう。ちょっと待って。これ、占ってよね、なんかね。まあいいや、なんか、もう一個だな、なんか調べてるのがめんどくさいけども。宇宙人による建造物があるか、なんかイエスとかじゃなかったっけ？宇宙人？いや、人によるだっけ？なんか建造物はあるみたいな、そんなのはイエスだったと思う。宇宙人による、宇宙人が作った建造物があるか。宇宙人限定ね。あ、これはノーっぽいぞ。はい、ズバッと出ました。ノーで。1はノー。人間が作ったのはあるかも。どうだったっけ？私はだったんで。2番目。有人月面着陸6回のうち、本当に人間が月に降り立ったのは何回目か。何回目か。月のカード、女教皇が逆向いてね。1、2、3、4、5、6。はい、ズバッと出ました。キーになるカードが女教皇の逆とタワーなのが超気になるよね。なんか全体的に否定的な感じがするんだけど。何回目か。下っていう過程だとすると、2、4、5回目。2、4、5回目。あ、でも気になるね、ここ。なんか、本当にしたのかな、みたいな。なんかね、闇深い感じがするよね。とりあえず、その月の占い見て。で、NASA が50年以上調査してないのは、その宇宙人との接触を避けているためである。ズバッと出ました。宇宙人との接触。イエスにしとこっか。うん、イエス。宇宙人じゃなくて、何らかの、なんかのトラブルを避けてるね、確かにね。うん。なんか避けてる。何の存在だろう。続いて、ジャスミン茶さん。ジャニーズ署名でジャニオタとして会見したペンライトの二人を特定した人がいて、慰安婦問題で活動している映画監督、希望の種危機の関係者だと SNS や YouTube でちょっと話題になってます。1、この二人は本当に映画監督と活動家なのか。2、この会見は本当に、結果的に二人にメリットがあったか。はい。特定犯が特定したんだな。本当、一番目は本当ですか？あ、じゃあ、映画監督と活動家それぞれ二人、見ようか。映画監督。
あれ、活動家の方がノーって出たよ。ズバッと言います。映画監督の方はイエスだと思う。2番目の人は、ちょっと違うんじゃないかな、その活動家。活動家、なんかノーが出た。なので、なんて書くといい？イエスとノー。ごめん、わかりづらくて。映画監督の方がイエスで、活動家の方がノーって出ちゃった。その、会見した二人がでしょ？うん。で、その会見は結果的にその二人にメリットがあったのか。メリット。メリット、メリット。あ、なんか何？お金もらうとか何？メリットってなんだ？メリット。ズバッと出ました。メリット。正義の逆。どうなんだろうね。メリット。難しいね。メリットって言葉が。誰かに命令されてやったとかじゃなくて、命令っていうか、もっとこう組織的な何かいてさ、もっと上の立場の人がいて、おい、やってこいよみたいな感じで、お前ら行ってこいみたいな、その二人が本当にやりたかったどうかは謎だなって思った。ちょっと、はてなにしといてください。うん。ちょっと、メリットデメリットみたいな、そういう話でもない気が。ちょっとしてしまった。はい、では以上になります。じゃんけんいきます。たまきじゃんけん、じゃんけんぽい。ファンなのでチョキの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。